です。大型バスがギリギリ通れるか通れないかぐらいの距離まで縮めてください。機動隊出発、機動隊が出発しました。いよいよ沖縄の戦いです。これ以上防衛線に近づかないでください。市長聞いてください。お願いします。世のはおかしいよ、おかしい。待ってくださいよ。逃げも隠れもできない場所にこんな基地持ってきたら、向こうから飛んできたらどうする。エアシーバトルという戦略がアジアで行っているんです。これは日本のためではありません。アメリカのためです。日本軍は住民を守れなかった。これが沖縄戦の実相であり、教訓だ。戦火の中で苦しんだ祖先がいるわけだから、同じ思いを絶対自分の子にはさせないって。もうやめー。